はいどうも皆さんこんばんは、ゆうきです。龍が如く極み2やっていきましょう。今回は裏ボスを倒していきたいと思います。最終回です。さあ、ここにいるアーモンを倒したいと思います。おい貴様は桐生一馬か。お前は誰だ。アーモン一族三兄弟長男アーモン和也、お前を殺すためだけに雇われたアーモン和也。貴様に恨みはないが、アモン兄弟の名にかけて仕事を完遂するだけの仕事。誰に雇われた。アモン和也、アモン兄弟の恐ろしさを今教えてやる。さて、こいつとの戦闘ですね。こいつが強いんだな。さあ来い。労働する。アルバート痛いんだよな。危ない。よし、ゲージが溜まってきてる。おうおうおう、吹っ飛べ。おっと危ねえな。痛いよ。危ないよ。よいしょ。あおちょっとまずいな。危ない。間合いを見計らっていって、ダメージ食らってる。危ない。おっと、危ねえな。おっ、いってて。このように非常に強いんですよね。この手使おうかな。よし、おらとべ。硬い、超硬い。こいつふっとべ。もう危ねえ。おお、怖え。ふう、お、よし、危ねえ。ああ、倒した。危なかった。アモン和也、まだ兄弟が生きている。貴様、結局アモン一族に倒される運命なんだ。ああ、倒せた。強かった。はい、それではサブストーリー。アモン一族やっていきましょう。三兄弟一郎ね。さあ、やっつけよう。こいつをやっつけまーす。アモン二郎。よいしょ。殴る。おっと、危ない。はめてる。いて、なんか食らった。俺もハマってんな。おっと、危ないな。危ねえ。当たらないね。痛い。やばい。そこにいるのはずるいぞ。こっち来たらどうだ。銃持ってるのがまずずるいよね。丸型はね、なんだっけ、無敵時間なんで避けまくります。
早く治って。早く治れや。治れよ。どうする？このように全然ダメージ食らわないんでね。戻った。離れるぞ。危ない危ない危ない。爆発する。よしよし、もらった。危ねえ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 な。お前死にたくないよ。よし、倒した。ああ、強かった。君顎結構出てんだね。まだ兄弟が来てる。貴様結局アモン一族に倒される運命。ふう、アモン次郎倒したぞ。おお、強かった。さて次はアモン兄弟、三兄弟の石膏かな。こいつかダンディーだな。いい帽子してるじゃないですか。なあ、お前がキリュウカズマか。貴様がキリュウ、三兄弟、アモン三兄弟、そのまんま。え？アモン兄弟の恐れ、な、言っても答えないからな。こいつはね、ロケットランチャー使ってくる敵なんですよね。非常に恐ろしい。よいしょ。飛べ。危ない危ない危ない。やらせねえぜ。やらせねえよ。いってー。ロケラン危ない。ロケランの終わりに装填早いんだよな。危ない危ない。ロケランダメージでけえからな。あおー、やばい。これは奥の手使おうかな。よいしょ。さよなら。いてて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 。切りまーす。あ、硬い。逃げろー。逃げろー。無敵時間だぞー。来てる来てる来てる。追いかけっこやめてー。追いかけっこやめてー。落ち来ないで。落ち込ないで。お前は速攻で終わらせてやるぜ。俺を本気でさせると痛い目に遭うぞ。痛いわ痛いわ痛いわ。うん、大したことねえな。よし、アーモン3号を倒しました。こいつはチート技で倒したようなもんだけど。はい、それではね、最後のサブストーリーをやっていきましょう。これがね、真の裏ボスらしいのでやっていきましょう。あれ、あ、小牧の師匠が倒れてる。おい、わしももう年じゃ、乾杯じゃ。奴に究極の秘伝書が。何？おい、ダメだ、小牧のじいちゃんが究極の資格。
犯人を探そう。このミレニアムタワーにいるっぽいんで、行きましょう。ここだな。ここに、サブストーリーがあるっぽいね。やっていこう。あ、いた。こいつがラスボスだな。アモン、ジョー、かな？お前は、一年ぶりだな、キリュウ。忘れたとは言わさんぞ。1年前お前と戦ったアモン長だ。今生きているということはテストは通過したということだな。弟子の3人をお前が倒したということだ。弟子なのあれ。我が手で倒し究極の秘伝書を手に入れた。お前に敗れた後メキシコに渡り究極の殺人術を習得し、ヒマラヤにて古代秘伝の格闘技を学び、なん、いてつくどうドーバー海峡を10往復し、鋼鉄の心臓を手に入れた。なるほどね。俺に勝てばこの秘伝書は返してやろう。まあ万に一つもそんなことはないだろうな。こいつがね、ラスボスですね。なんか持ってる。お前を倒すための全ての手は打った。今こそ桐生風間、お前をこれ俺の手で葬ってやる。なんか持ってるぞ。キラキラ輝いてる。アモン・ジョー。おい。おっと、なんだろう。よいしょ。いって。やったぞ。痛いな。よいしょ。攻撃させねえぜ。硬いなあ。あ、なんか武器変わってる。武器変わってるなあ。攻撃させないぜ。な、どうする？こっち来いよ。よいしょ、いって攻撃させません。あ、なんか燃えてる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 ぞ。それ痛い痛い痛い。強いな、強いな、その攻撃。危ねえな。怖え怖え怖え。なんか二刀流やりやがったこいつ。やばいやばいやばい。回避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 しよう。回避。マルエインは危険です。非常に危険です。二刀流とかずるいですよ。攻撃するか。危ない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 。怖いんだよな。落ちくんなよな。避けるよ。俺はそれでも避ける。どうする。よいしょ。全然治らねえな。危ない危ない危ない。早く治って。治らないな。治ってくんねえな。周りの波紋消してくれ。その状態で戦わなきゃいけないのかな。それはなかなかきついぞ。消えね。危ねえ。いってー。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。硬い硬い。なんかないか。武器ヒートアクション。
全然食らわない。逃げよ逃げよ逃げよ。危ない危ない危ない。クソ、こうなったらこうなったらこうなったら、これを植木鉢使って全然食らわねえな。危ない危ない、やらせるわけにはいかんぞ。よし、終わらせてやる。吹き飛べ。よーし、吹き飛べ。もう一丁。よいしょ。当たってない、当たってない。よし、倒したか。やった。よーし、アーモンドと決着をつけましたね。ふぅ、強かった。結局俺には究極の技は習得できなかったということだ。究極の秘伝書。この無念さ底なしの井戸のごとし。井戸のごとし。やりました。これでサブストーリーを全部。クリアしましたね。はい、ということでね、龍が如くはこれにて完結ということで、今まで長い間ね、視聴いただきましてありがとうございました。また違う動画を見ていただければありがたいです。よかったらチャンネル登録高評価お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。